アンティアールネアンティアマトゥスアールネはフィンランドの民族学者ポリシー生まれ1893年から1898年までモスクワ大学に学びソコルフに指示その後国民学校や高等学校で教えながら文学博士号を取得1911年以降はヘルシンキ大学でも教壇に立った支持していたカールレ・クローンが民話研究から 女ジ史ジ、カレバラ研究に移行したことから、クローンの民話研究を引き継ぎ、民話研究における歴史的、地理的比較交渉法を確立し、フィンランド学派と呼ばれる民族学の一派を形成した。1910年、クローンが中心となって設立した、ホークロア・フェローズの機関誌 FF コミュニケーションにて、ヨーロッパ各地の昔話800余りをまとめ、類型ごとに分類した。 昔話の型目録を発表した。そこで、アールネは昔話を動物の話、本格的な話、笑い話の3タイプに分類した。あとの1927年にアメリカのスティス・トンプソンがこれを昔話の方として増補した。トンプソンはアールネの3分類を5分類に分け直した。これらの業績がアールネ・トンプソンのタイプインデックスとして、 世界的に参照されている。ありがとうございます。